はい、こんにちは。サッカーコーチの文也コーチです。今日はですね、ネイマール選手が実際に試合でやってた、フェイントプレーを、3つですね、練習していきたいと思います。はい、それでは動画の方をご覧ください。どうぞ。プッシュビハインドからの切り返しっていうプレーですね。一度こっちに見せかけてからのさらに切り返しですね。囲まれたところを引き技でかわして、そこからさらに切り返して間を抜け出していく。ネイマール選手も囲まれた時には強いですよね、すごく。はい、ぜひ練習してみてください。難しい子はこのフルプッシュビハインド、これからねまず練習して、でここから切り返しを入れていくっていうのを練習してみてください。このプレーはスライドからのダブルタッチ、スライドからのダブルタッチ、少し右に足の裏で動かした後に逆をついていく。これもね、狭いところは間を割って入るプレーがありますので、ぜひ練習してマスターしてみてください。ラストはネイマールよくね、ちょっと足の遊びを入れるプレーですね。またいて、一度またぎを入れて、タイミングをね、外してるんですが、またいて、ネイマール選手、すごいところ、こうやって足の遊びを入れたりしながらタイミングを外して、相手の動きをすごく見てますよね。でまたもう一個ポイントが、抜け出した後に手をねしっかり使って、相手がねボールの間に入ってこれないようにしてるんで、そういうところもね、すごくね、ただ足元が上手いだけじゃなくてフィジカルの面とか体の使い方とかもすごく上手い選手になります。そういったところも参考にしてもらえたらと思います。はい、今日の練習は以上になります。まあこういったね、スーパープレイヤーのプレイを真似していくっていうことも上手くなるためにはすごく大事な部分になりますので、それにね、すごいプレイヤーのスーパープレイがね、できるようになったら、すごくね、またサッカーがね、より面白く、プレイすることができると思うので、ぜひね、この期間にいろんなフェイントとかドリブルとか、それ以外にも体の使い方とかいろんなことをね、取り組んで前向きにね、やってもらえたらと思います。はい、それでは今日は以上になります。ありがとうございました。まだね、チャンネル登録してない方はしていただけたら嬉しいです。あと、Zoom を使ったオンラインレッスンを、スタートしておりますので、もしよろしければそちらも概要欄の方に貼っておきますので、チェックしていただけたらと思います。最後に、グッドボタンの方だけ押していただけると、僕の今後のモチベーションが上がりますのでよろしくお願いします。はい、それでは最後までご清聴いただきありがとうございました。またねー。